オーベルジャンビルは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏のコミューン。942年、オバージョンビラの名が記された。1351年には、オブレンビラ、オバージョンビル、オバージェンビラ、そしてアダルバーガと記された。オーベルジャンビルは、イブリーヌ圏北部にあり、セーヌ川左岸に位置する。 マントラジョリーの東1 2トルベルサイユの3 0トル北西にある。町の中心部は丘の中原にあり、そこは旧市街の地区と共同開発区域、かつてのアコスタ城の敷地内に建てられた1970年代に遡るして多くの集合住宅群からなる。都市化が大幅に、セーヌ川、駅、ビジネスセンター、ショッピングセンター、 水生生物センター、田園都市エリザベートビル、ベルサイユ平野北端にある高地へと拡張していった。より谷の低いところに、県道113号線や A13 や、パリ・ルーアン・ルアーブル間の鉄道路線の駅、セーヌ川の水上交通といった交通網が集まる。アコスタ城オ・オーベルジャンビルの町の起源は11世紀に遡る。その後、 1065年からピエール・ド・オーベル・ジャンビルの本拠地となり独立した領主領にあった。かつて町には三つの城があった。唯一残るモンガルド城はモールドル川を見下ろす場所にある。ガレンヌ城はセーヌの低い谷の中にあり、1952年にルノーの工場を作るために壊された。18世紀に近郊の村にあったアコスタ城は、1965年に 亡くなった。城とその敷地は公営集合住宅群に変わった。1843年、パリサンラザール・ルアーブル線の鉄道駅が建設された。現在のオーベル・ジャンビル・エリザベート・ビル駅である。1921年、田園都市、エリザベート・ビルがガレンヌの区域内であるセーヌ川沿いに建設された。この新しい街の一部は隣接するエポヌへと拡張した。 これらしては、パリ市民の休暇用別荘で主として構成され、他の市民が移動することはできない。1920年代はまた、オーベルジャンビルの砂浜が、セーヌ川沿いに作られ、美しいホテルやレストランが立ち並んだが、現在は取り壊されている。1944年3月10日、イギリス空軍のランカスター爆撃機がオーベルジャンビルに墜落した。9人の飛行士が亡くなり、 オーベルジャンビル墓地に埋葬されている。1952年、ルノーの工場が移転し、都市の発展に決定的な弾みとなった。2008年、次世代のショッピングセンターである、ファミリービラージュ建設が始まった。続いて、水生生物センターが2009年に開館した。参照元、1962年まで、イヘス、1968年以降、INSEE。 ありがとうございます。